UFO キャッチャーで取ったおかずで先にご飯1キロ食べ終わるのどっちなの？イエーイ、どうもカイトです。白 T に汚れがあります。エイジです。クマ2号です。いや、そっくりよ。あ、俺こんな鬱陶しい頭してんの？そう、鬱陶しいよ。だいぶ邪魔くさ、お前の頭。お前もだけどな。はい、はい、こちらの UFO キャッチャーでですね、こちらに、はい、おかずですね、外れとか今回に関してはないです。これ1個取ったらそれ全部食べれるわけじゃないです、うん、食べれる量は毎回僕の気分で決めます。お前それ1万やっちゃいけないですよ動画で。その時もうちょっと苦しいのが見たいなと思ったら減らしますし、うん、ちょっと頑張ってるからまず食べさせてあげようって思ったら増やします、うん、ただ、はい、あれです、食べる時間も決めます。毎ターン食べていいのは2分まで、はい、エイジさん VS ヘンリーさん、はい、これ因縁の対決じゃないですか。今までいろんな対決してきましたね。だいたいエイジはそれ、あ、そうなんだ。今回はさ、単純な早食い大食いなわけでしょ。確かに今日が初めて。そうよ、ね、じゃあ今日でもうあれですよ、みんなの記憶に残る勝負見せてやってください兄貴。ちなみに UFO キャッチャーの制限時間は1分にしますね。はい、で取れなかった場合は米だけで食べてもらいます。ああ、いいじゃん、日本男児って感じじゃん。で、まあ多分取れないってことないと思うんで、じゃあ先行後攻で決めてください。決め方はお任せします。いや、先行でいい。ああ、じゃあここでいいよ。 OK、 じゃあ、うん、それでいきましょうか。これあれですよ、勝った方豪華景品ですよ。負けたらこれご飯とあれも全額負担。もちろんです、いつも通り全額負担。はい、いきます、よい。エイジさん、1品目何狙うんですか？もう好きなもの選べますよ。エイちゃんは何が食べたいの？餃子だと思う。これ1回ミスっても次挑戦できるんで、1分以内であれば。あいや、そうだろ、そりゃそうだろ。詰めすぎでしょ。あ、ご飯ですよ、倒れた。あと35秒しかないよ。もう近いやつ行くしかないんじゃない？諦めるしかないんじゃない？いや、俺絶対諦めない。あと10秒です。じゃあもうこれだけ言う。え、まだ餃子行くのお前？あ、終わったか。あ、え、おバカポンじゃん。はい、ごめん。うわー、大事な1ターン目お米だけです。はい、いきます、井上さんのターン、よーい、スタート。いやー、やっぱね、やめてよ、米食い合戦はやめてよ。いや、あ、これでハンバーグ行くつもりだ。いや、絶対行かないってこれ。絶対無理だって。無理だったわ。あ、あれ、いけ、いける。いや、無理でしょ、絶対入ってないよ、片方。もう一発はいける。もう30秒残り切ってますけど、狙ってる時間ないよ。何、なんでハンバーグじゃないのお前？なんで狙い変えたのお前？え、何考えてんの？いや、だってハンバーグこれ無理だもん。甘いよ。え、待って。あー、ほらこれ、ふざけんなよ。ね、ちょっと待ってよ。うわ、お前やってるわそれ。え、ご飯だけのネタ俺なんだけど。ご飯だけのネタはエイジのじゃん。行ったで食べていいの2パックまでだからね、2分間ですよ。しかももう頼むわマジで。いや、本当に頼むわ。いやお互いに。はい、行きます。2分間、はい、よーい、スタート。いただきます。いただきます。いいよ、食いっぷりいいよ。うまい。え、どうなの？でもさ、米1キロっていけるもんなの？うん、これ余裕だわ。余裕なんだ。え、そうなんだね。結構胃袋バケモンのお二人なんで。はい、残り1分切りました。うん、早いの上。あれ、どうしたの？エイジさん止まってますけど。いや、こいつバケモンだ。箱根だけちょっと違かった。やっぱり違かった。違かったよね。え、残り30秒。え、井上やばくない？待って、こいつやばくない？こいつやばいよ。こいつやばい。逆にちょっとなんかルールつくだもん。やばくない、こいつ。もうだいぶリードされちゃうよ、井上に。え、井上マジバケモンなんだけど。やばくない？え、嘘、お前早くね？ルール決めよう。え、やば。はい、終了。はい、はい、エイジさん2ターン目いきましょう。次こそはおかずと一緒にご飯を食べてもらいたい。ちょっと僕のスタート待ってもらっていいですか？え、僕のスタート待ってもらっていいですか？一応タイマー測ってるんで。あ、ほんま？はい。あ、そう。さ、お、エイジさん、ハンバーグ狙い？あ、入った、これ。あ、入ったね、これ。あ、これ入ったね。お、取れた？あ、取れる、取れる。おー、はい、ダメでした。残念。急がないとまた白米だけ。マジでお前ら白米だけ食うわ、やめろよ。いや、やっぱ餃子でしょ。これ結構真ん中よりよ。お、お、止まった。これはさすがにいったろ。オッケー、じゃあ。え、なんで急にこれ動いたの？ほら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 。え、何が起きてんの？どうした？え、これ何？え、井上これ。やってない。え、何これ？どうした？え、何これ？心霊現象なんですけど。え、ちょっとごめん、エイジ、餃子ゲットおめでとうなんだけど、ちょっとこっちが衝撃すぎて。え、何？勝手に動いてちゃんと取ったよ。え、俺2品。え？ 2 品。いや、ごめん、これはちょっと認めるわけにはいかないよ。はい、じゃあエイジさん餃子獲得です。5個入りですね。はい、はい、でも食べていいのは2個までです。まあまあまあいいでしょう。まあまあまあ、井上さんのターン。僕行きますか。じゃあ行きます。いや、待って、いくら欲しいんだけどさ。
これあぶっ刺さるんじゃない？うん、ふざけんなよ、明太子いらねえんだよ。ふざけんなよ。あばばばば、エイジに寄ってた。あーあれはふざけんなよ、明太子の気持ち明太子じゃないんだよ。じゃあ井上さん、明太子ゲットです。よかった、やっとおかず手に入れてくれた2人とも。はい、それでは2段目いきましょう。じゃあエイジさん、餃子2個までです。はい、井上さんが食べていいみたいなこちらでリードしてるんで。まあまあ、そうだ、リードしてる。公平だわ、それは。はい、よーい、スタート。いただきます。いただきます。これはね、どうやっていくかっつうとね、いただきます、餃子。もう、うん、まっ。だいたい2分の1ぐらいご飯すくい取って。すごいですね。うまい。あ、もうでもあと1分ですよ、早いですよ。ちなみに井上さんが今3パック目、 A ちゃんが2パック目ですね。え、すごいじゃん井上、さっきのあの明太子の量1個で佐藤のご飯一発いっちゃうじゃん。うん、さすがにおかずなくなったらもうストップで、早すぎるんで井上さん。はい、残りが5秒です。やばくない？はい、終了。綺麗に1パックリードされてますよ、エイジさん。あのね、無理。ヘンリーの食べるスピードに無理、追いつかない。1パック1分で行ってたもん。そう。だから5分あれば全部食べれちゃう。僕の気まぐれでルール変わるんで、次から井上さんには厳しくいきます。任せてください。マジか。はい、じゃあ3段目いきましょう。いやー、そろそろ行きたい方があるんだよね、俺。実は多分これがあれば、はい、2分以内に2つはいける。よーい、スタート。レーカーですか？桜木言ってた。あの、桜木花道、カレーは味噌汁でって。お、どう、真ん中じゃね。残、下まで行ってない。あー、行ってない。でもあの、おかずなしはちょっとやめてね、動画的に。いや、もう良くない。良くないよ。フォロワー減るかもしれない、これ。うん、減る。今もう30人ぐらい減ってる、すでに。30人？見ないね。でも卵、オッケー、よけたよ、卵よけた。これいけんじゃない？エイジさん、カレーゲットか？よっ！おー、おー、素晴らしい。あれ、坂田師匠。どうも、坂田エイジです。素晴らしい、エイジさん、カレーゲットです。いやい。井上さん、よーい、スタート。イクラです。しつこくイクラを狙う。あ、でも入ったんじゃない？入った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 。あ、でも、トレイが。おー、いいですね。じゃあ、お二人ともおかずは獲得ということで。はい、イクラどんぐらい行きましょうかね。はい、まず一粒ね。はい、何その。二粒。ちなみにあれね、おかずなくなったらもうそれ以降ご飯食べちゃダメね。え、なんか急にめっちゃ厳しくない？はいはい、5粒。こちらで。ふざけんなよ。それぐらいの判断やっぱ。そうですよ、俺は、うん、本当はどっちが強いかなんかどうでもいいのよ、うん、あの、いい勝負してほしいだけなの。なるほどね。エイジさんにはちょっと多めにカレー食べてもらいます。井上さんが食べていいおかずはいくら5粒、エイジさんは、まあ、カレー一口分ぐらいかな。はい、いきます、よーい、スタート。あ、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 泣けなしゃべる。危ねえ。すいません、いただきます。はい、セブンのカレー。いや、絶対美味しいよそれ。牛筋カレーみたいなことだこれ。うん、え、待って、うまい。はい、頑張って。もうこれ、はい。お前すげえ食い方してんな。お前まさかいくら5粒でそれご飯1パックいこうとしてんの？うん。え、こいつ次で決める気じゃん。いや、やっぱダメだってマスター。井上がさ、全然さ、ゲームのバランスのこと考えてくれないんだよね。はい、終了。ちょっとずつおかず残っちゃってるんですけど、それもう次のターンに持ち越しにしましょう。いや、もうこいつには勝てねえよ。井上やべえな。もう変に早く食ってくれ。ちなみにどうなんすか、お腹具合は。まだまだいける。3分の1ぐらいかね、今胃袋。3分の1なの？全然無理でしょ。勝てないじゃん。よーい、スタート。ハンバーグ結構むずいんじゃないこれ。お、いけるか。焼き鳥が邪魔しちゃうか。あ、焼き鳥が邪魔だ。やばいぞ、エイジ。あー、そうなっちゃうか。あ、もうあと10秒しかないっす。これごめんなさい、1分間じゃなくてもう単純に2回チャレンジ OK にしましょう。じゃあ僕の昔のあの友達の名前、進むくんいきます。キムチってことですね。そういうことです。僕の昔の名前です。うん、はい、昔の名前。僕の昔の名前です。あ、結構中央よ。あー、でもキムチ簡単そうだね、取りやすそうだね。いけちゃうよ。あー、余裕だ。おー、はい、じゃあ A さんキムチ獲得です。はい、じゃあもうこっからは2回チャレンジ、2回チャレンジ OK。 どこ行ってんの？え、ゆで卵もしかして。え、ゆで卵行くの？いや、もう確実に取れるのをちょっと計算した。ゆで卵でご飯いけんの？お前待って、割れない割れない、大丈夫。おー、来た。おー。はい、じゃあ井上さんはゆで卵、 A さんはキムチですね。まずはい、エイジさんのキムチの量、エイジさんにはちょっと奮発しちゃおう。はい、エイジさん食べていいキムチの量、これで。井上さんにはですね、はい、白身だけ。絶
なよ。いきます。はいはい、よーいスタート。ただ卵をここにポンと乗せて、はい、キムチカレー美味しい。こっからまくれるのか。キムチ結構量ありますからね。ここでまくってもらわないと困ります、エイジさんには。あ、ここだよね。こっからが勝負だな。あ、ちなみに井上くんはもう、うん、終わりです。残り1分ちょいでどれだけまくまだ。そう、そういうこと。うんうん、ありがとう。ウルトラマンエイジ、うん、僕は地球に2分しかいられない。あ、もうあと50秒なんで急いでもらって、はい、おかずはちゃんと時間内に完食してくださいね。エイジあと40秒でいける？いや無理。いや結構腹きてるんでしょ。え、井上やばくない？全然平気そうじゃん。これだけ。どんだけこいつに意地悪しても何にも聞いてねえんだけど、さっきから対戦する相手間違いだろ。残り20秒。いや無理やって。頑張れエイジ、頑張れエイジ。最後のデッドヒートを演出してくれよ。残り10秒切りました。やばい、帰りたい。帰りたいな。もうやだ。はい、終了でーす。もう残りこれだけ。砂糖の子が4パック食ってケロッとしてるのやばいけどね。そんなことないんだって。で、エイジさんはこれが1パック丸丸で、4パック目がまだほぼ減ってない。で、次どんなおかず取るかによりますけど、次でほぼほぼ決まりそうですよこれ。帰りたい。帰りたいね。エイジさん、エイジさんすいません、出番です。あれ、エイジさんじゃない、もしかして。あれ、でかいね、ジェイ。あれ、石原エイジローさん。ワイン持ってくる、ワイン。よーいスタート。帰りたくて仕方なくて、お眠でギャグまで冴えなくなってきました、石原英二郎さん。はい。あ、しつこくハンバーグを狙います、石原英二郎さん。俺が食う用じゃないの、あのバギーさんにあげる用。ハンバーグ。あー、取れない、取れないやん。このハンバーグうめんだよな。むっちゃくちゃうまいから。え、俺食ったことないですか。え、うまいっすよこれ。あれうまいっすよこれ。エイジさん頑張ってね、これ多分次最後の勝負になるよ。いや確かに大一番だから。大一番ですよ。いけ、頑張れ、頼む。いけんのかい、バディさんのために。いけんのかい、くれ。エイジお前いけんのかい。お、なるほど、ハンバーグの中身の中心をちゃんと見てる。おーおおおお、素晴らしい、お素晴らしい。あエイジさん、おかずなしです。エイジの死体を乗り越えて、よーいスタート。取りやすそうなとこ行きますね。いや井上さんね、今卵焼き狙ってます。うん、もう関係なくなっちゃった、あの人。え、もう次で俺終わらしちゃうから。卵、セブンの厚焼き卵いけんの。あー井上さん卵焼きゲット。はい、それでは5ターン目は井上さん厚焼き卵、エイジさんはおかずなしで頑張っていただきます。おかずなしの場合どういうルールなの。もう一皿食ってもらう。あのしんどいエイジに白米だけ食わせるの楽しいかなと思って。はい、じゃあお席についていただいて。石原エイジロー。お、覚醒、覚醒石原エイジロー。ヘンリーは残り1パック、エイジさんは残り2パック弱でおかずはなしと。根性見せようぜ、根性見せよう。いきます、よーいスタート。すごいエイジ頑張れ、限界超えてるよエイジ。お、すごいエイジが4パック目耐えられた。うわ井上これチクラしてたらやられるぞ。すごいエイジいける。まだ可能性ある、まだ可能性ある。井上がもう全部口の中に入りました。これ飲み込んだ、先に飲み込んだ方の勝ちでいきましょう。残り40秒、井上さんは今口に入ってる分飲み込んだらクリアです。エイジさん追いつけるか、追いつけるの、エイジロー追いつけるの。井上さんなんとゆっくり噛んでます。これエイジさんへの煽りじゃないですか、これいいんすか、これ許していいんすか。あとまだ5秒もあるよ、5秒もある。エイジなくなっちゃった。まだあと1秒ある。なんでまだあと1秒ある。エイジあ、噛んでる噛んでる、ヘンリーまだ噛んでる。あと1秒あるよ、エイジ。やばい、止めたのお前だから。これは、あ、デッドヒート、デッドヒート。あ、もうじゃあ残り1秒で、あと口に入れたものを先に飲み込んだ方の勝ち。どうすんの、これどうすんの。あ、ヘンリーが先に飲み込んじゃった。この勝負はヘンリーさんの勝利。はい、ということで、単純な大食い早食い対決になると井上さんの方が強いでした。やったー。賞金はですね、この後ラーメンを奢られます。いや、いらないわ。本当に局部の公式 LINE アカウントが誕生しました。概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか他の SNS 関係全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。